どうもマツケンです。今回紹介する商品はこちら、フードコート新商品のリンゴスムージーです。Life is a winding road。 フードコートの方で1週間ぐらい前に登場した新商品ですね。今年はほぼほぼ毎月新しいスムージーっていうのが登場しておりまして、でしかもこれまでになかったような味が数多く出た1年間だったんですけれども、12月のスムージーはリンゴということで、おそらくねもう今年最後の味だと思います。先日ねカフェオレソフトレビューしたんですけど、買ってすぐ車内でキンキンに冷えた車内で食べたんですが、体の芯まで冷えちゃったんで、今回は家までね持ってきたんですけれども、福岡も昨日からがっつり気温下がって雪がねこう吹雪いたりとかして、もう今もね外結構寒いんですけど、気温一桁台になったら余裕でね持って帰れます。でちょっと減ってるんですけど、これね今テイク2なんですよ。飲んで一通り感想を喋ったら取れてなかった。一発目のリアクションっていうのはもうできないんですけど、味はね美味しいです。リンゴの味がします。コストコのスムージーで合成着色料とか甘味料とか保存料とか使ってませんよみたいなパターンがこれまで、だったんで、今回のリンゴスムージーもおそらくそのパターンだと思います。はい、うん、飲んだ感じはリンゴ果汁 100% のリンゴジュースを飲んだ時ぐらいのなんかリンゴの濃さを感じますし、甘さだけじゃなくて酸味もねしっかり感じられるんで、すごくね後味さっぱりします。最初の一口二口はそんなことないんですけど、結構続けて飲んでるとここの顎のところぐらいがクッとなるようなしっかり酸味感じられるんで、ピザとかプルコギベイクとかチーズたっぷり乗ったフードコートのメニューと相性いいかなって感じですね。でフードコートの商品ってだいたい車の中でね食べて、みたいなことが多いんですけど、これ持って帰ってきて満タンの状態でね重さ測ってみたんですよ。今回購入した分に関してはこれパッケージ込みですけど390ちょっとっていう感じなんで、これ一人で飲み切ると結構お腹にたまります。ミリリットルで言うとだいたいこのカップのこのボコってなってるラインが 400cc ぐらいなので、大人でも一人でこれを一杯飲もうってなると結構ねこのぐらいからあとはきつくなってくるんで、はい、クラムチャウダーとこれをセットで食べると多分食べ終わった後ね700-800ml お腹に液体が入ってる感じになるんで、食べ終わった感じはねちょっと辛くなるかもしれないんで、まあ、ピザとかホットドッグとかプルコギベイクとかチーズバーガーとか固形タイプのものと一緒に注文するといいんじゃないかなと思います。この部屋今あったかいんで全然飲めるんですけど、車の中ではちょっと飲み切る自信はなかったんで、このリンゴスムージーの前に出たやつでハニーラフランススムージーっていうのがあるんですけど、多分ね今年それだけ飲めなかったんですよね。あと全部飲めたんですけど、何味ぐらいかな、2番目ぐらいに好きですね。一番好きなのはピーチスムージーかな。はい、よければね皆さんのベストスムージーもぜひ、ね、コメントの方で教えていただけたらなと思います。一応今年確認できるスムージーここに出してますけれども、この中でどれが一番好きだったかコメントの方で教えていただければなと思います。おいしい。ということで本編もおしまいなんですけど、今日はですね今からたこ焼きの練習をします。具材がねタコないんですけど、コストコで買ってきたものを具材にしようかなということで一応持ってきました。おい、これがね今日使う具材の人たちですけど、ジョーンズのベーコン、アルトバイエル、冷凍ホタテと切り餅ですね、生切り餅、あとだしだですね。いつもはだしパックでだし取って粉を溶くんですけど、今日はだしだ使います。業スーのたこ焼きミックスと卵と天かすとネギ、
これを、まあ、500cc ぐらいですかね、作っといて、卵2個 と粉は150、150じゃちょっと多いかな、135ぐらいで、生地作って、あとはね適当にこれを切ります。材料はこのハサミで切っていきます。切れるな。自分用なんで適当に。で今日チーズがないんで、この細かく薄く切ったものをチーズっぽい感じで使おうかなと思います。これが餅メインのやつ、好みあると思うんですけど、ちょっとでも餅が入ってるとこうたこ焼きのね1個あたりの食べ応えがかなり増すんで、あと食感とかもねこうもちっとなるんで。ゆるすぎると返しにくくなるんで、ちょうどいいところを狙って、よし、こんなもんでしょう。130、12月もね後半に入ってきたんですけど、今月まだ1回もねたこ焼きやってなくて、ちょっと定期的にやっとかないとね、腕が落ちちゃうんで、今回は思い出す意味でもちょっと作ってみてますが、たこ焼きってね粉物なんで、がっつり炭水化物入れちゃうんですけど、今日は夜レッスンで、まあ、少しは動くんで、その栄養補給という感じで食べますんで、実質カロリーはゼロですね。多少ダマ残ってますが、これのままいっちゃいます。これで完成です。ということで焼いていきます。久しぶりやん。でこれはこの間買ったシリコン製の油引くやつ。ちょっと跳ねそう。ネギをもむろに入れて添加す。火弱すぎると時間かかるんで、ちょっと今日は強めにいってみる。
真ん中の4発が結構早めに行くんで、ここは早く返します。ということでね、完成したので試食です。青のりとか忘れた。ということで完成です。美味しい。どれがどれかちょっと分かんなくなっちゃったんですが、これホタテですね。うまっ。で、生地がうまい。いつもはだし使ってて和な感じなんですけど、いつもと違う感じでうまい。うん、うまっ。うん、酸味がね、効いてるスムージーはうまいですね。うん、あ、運がうまっ。もう、何もつけんげえぐらい味がピシャッとついと。次はこれタバスコ感覚で使えるんで、これカヤノヤで売ってるかけ柚子胡椒なんですけど、うまい。これタバスコの柚子胡椒バージョンみたいな感じで、ちょっと酸味があるんですけど、辛さがね、ほんとバキッとしてるんで、うまい。刺身とかでもね、美味しそう。これうん、合う。ということで今回の動画は以上でございます。本編よりもね、おまけの方がちょっと長くなってしまったかもしれないんですけど、たこ焼きにも合いますので、はい、こんな感じでね、コストコ商品レビューとか、ご飯の動画とかをよく作っているチャンネルになりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram やっておりますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。ということで現場からは以上です。